愛媛 CATV、 愛媛のお得な情報満載、大人ライフマガジンお得。松山市港町4丁目のギャラリーリブアートでライフ夏2024が開かれています。日本のテキスタイルで今の暮らしをデザインするライフ。ひんやりシャリシャリの朝のウェアやインテリアに加え、今回は淡い琉球愛の一品が揃いました。私が大見の朝に出会って、その着心地の良さを皆さんにお知らせしたいと思って、1994年ライフを立ち上げました。そしてリボアートさんで、その翌年からずっとこの展覧会をやらせていただいて、今年で30回目のリボアート展になります。それで私が大見の朝、それから次海の京都丹後シルクに出会い、それからまた、沖縄の手織りなど、こう次々と布の旅の扉を開けていい方々に出会ったので、その作品を皆さんにお知らせすることをずっとやらせていただきました。で、日本のテキスタイルって世界のトップレベルにあるんですけれど、日本の人はあまりにも普通すぎて、よく評価していただけてないことがありますので、ぜひそれを知ってほしいということです。それで、布をまとうということは、その人の美意識と、それから心が癒されたり、すごい精神的にも豊かになることなのでね、ぜひそれ知ってほしいと思いまして、30回ここで皆さんと一緒に学ばせていただいております。で、徳島の愛にこう包まれてお茶会をしたいと思うので、またお時間ある方はお寄りください。そして本物が揃ってますので、琉球愛と淡愛の空間を楽しんでいってほしいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ライフ夏2024は7月2日火曜日まで、松山市港町のギャラリーリブアートで開かれています。